どうもご視聴ありがとうございます。ヒロです。今回は旧型コペンのセンターパネルの外し方と風量を調節するつまみ、あの奥にある電球の交換方法についてお伝えします。電球って中のフィラメントが切れるじゃないですか。僕のコペンも買って1年くらいだったかな、そう、保証サービス期間が終わった期間に切れたんですよね。で、半年くらい放置してから交換したんですけれど、意外と面倒くさくて、しかもコツがあって、これは共有したいなと思って今回紹介していこうと思います。ただ今回の作業に限ったことではないんですけれど、内装を剥がすっていう行為は樹脂部品を固定している爪が折れる危険性がどうしてもついて回るので、なるだけ折れない方法をお伝えしますが、折れるリスクはあるということは理解していただければなと思います。それじゃあ行ってみましょう。センターパネルを外すには、この赤丸のところに爪があるので、グローブボックスを開けて後ろから押します。続いて横、こんな感じで引っ張ると取れました。そして下へ向かっていくんですけれど、取るにはコツがあって、手前へ向かって引っ張ることを意識すること。こうテープをめくるように取ろうとすると、固定している爪が折れるリスクが上がります。一番下が取りにくいです。これ悪い例です。こんなやってめくり取ろうとすると爪が折れるリスクが高いので、片方ずつ手前に引っ張ります。隙間があれば指を入れるのもいいですね。裏側を見るとこんな感じで爪が6箇所あります。そして次はこれではなく、上のこれを取ります。人によってはプレイヤーとか小物入れだと思うんですけれど、僕の場合はナビでネジ4つで固定されているので取っていきます。使う工具はプラスドライバー。ネジが取れたらナビを引き出します。そうしたらこれ、黒1本と緑と黄色の細いラインが入ったこの2本の配線がつながった黒いやつ、これがソケットです。正面から見るとだいたいこの位置に2個あります。こっちが向かって右側で、こっちが左側。右側を使って説明していきます。このソケットを回すと切り欠きが合わさったところで取れます。僕の場合は向かって時計回りに回したら取れました。ソケットの先端はこんな形になっていて、切り欠きの部分が2時と8時くらいの位置で合うと取れるイメージです。電球はこれ、形状は T5 って呼ばれるもので、 Amazon では2つ合わせて300円くらいで売ってました。オレンジ色のものはカバーで簡単に外せます。電球自体色はついていません。 12V、 1.4W って印字されてますね。では戻していきます。あ、そうそう、片方が切れたらもう片方も寿命が近い可能性があるので、両方同時に交換をお勧めします。電球をソケットに差し込みます。差し込み方向の指定はないです。そして戻す前に点灯確認をお勧めします。点灯を確認できたら、爪の位置を2時8時になるように意識して、ソケットが入り込んだら回して固定。取った時の感覚を覚えておいて、それと逆の要領で取り付けていきます。次に引き出していたナビを戻します。僕の場合はこれに一番時間がかかりました。
配線が邪魔して奥まで入ってくれなくて、収まったらビスで固定して、最後にパネルも取り外しと逆順で取り付けていきます。最初に下を入れて、次に真ん中、最後に上を入れます。交換はこんな感じでした。ポイントをまとめると、センターパネルはまっすぐ引き出すように取る。ソケットの切り欠けは2時と8時の方向にある。電球は T5 12V 1.4W、 戻す前に点灯を確認する。樹脂部品は折れるときはどうしても折れる。ちなみにこのセンターパネルへのアクセス方法を知っていれば、車内へアクセサリーの追加とか幅は広がるので、知っておいて損はないかと思います。それじゃあご視聴ありがとうございました。それじゃあまた。作業してたら蚊に食われてめっちゃ痒いんだけど。